警察などによりますと、昨日午後4時半ごろ、福島市町庭坂の住宅敷地内で、この家に住む74歳の男性が熊に襲われました。男性は額や左手首に怪我をしましたが、命に別状はありません。襲った熊は親子熊と見られています。これを受け市は、今朝から現場周辺を車で回り、警戒活動を続けています。県内ではおとといも郡山市でサイクリングをしていた男性が熊に襲われるなど、今年に入り5人が被害を受けています。県によりますと、先月末までの県内での熊の目撃件数は100件と過去最多となっていて、県は引き続き警戒を呼びかけています。